はい、皆さんこんにちは、ラジオマンジャックです。はい、今週どうでした？なんか面白いことあった？ラジオマンジャックね、最近真面目に行き過ぎてるからね。真面目でもいいんだけど、あ、車が止まって困った。そうなんだ、ね、演出としたんだよね、あれ困ったね、うんうん、かかんないとか言って大変で、突然ね、なんかあの仕事行かなきゃいけなかったらウーバーで行ったんだよね、あれね、なんかね、で、帰ってきてもう一回試しにやったら、なんとか頑張ったらかかった。頑張るとかかかるすごいよかった。バッテリーがなく、ね、上がっちゃったんだね。バッテリーも古いからね、いつの間に切るのあれ。いや、だからバッテリーってさ、結局火花を散らすだけでいいわけだから、だから突然ダメになるの、まあ、よくある、だからあのその液を交換すればいいかとか、バッテリーと交換したりとか、まあ、調べておかないと大変だと思うんですね。昔はね、俺たちね、全部自分でやったんだよ、バッテリー交換したりとか、いや、だから液を交換するだけで、硫酸のなんとか、硫酸とかなんかやってるのかなってさ、してたんだけど、今はなんかバッテリーごと交換するのが普通になっちゃったみたいなね、よくわかんないけどね、まあ、そういうビジネス的にさ、車って、ね、あ、1分過ぎちゃいましたよ、ラジオマンジャック、いや、あのね、だからそういうことを考えたときに、あのね、車ってね、ずいぶん変わったなと思うのは、例えばあの液入れるじゃん、水、あれ入れるのも蒸留水入れるでしょ。昔は水道の水だったよ、あとなんか入れるときに古いやつを出さなきゃいけないらしくて、それはなんか面倒くさいんだよね、でそれが自分でなんかね、簡単にできるならやろうと思ったんだけど、一応ね、自分の乗ってる車と同じ機種のそれどうやって変えるかを見たらすごい大変で、だから昔はね、もっと簡単だったの、本当に車の下になんか水入れるだけでよかったの。そうじゃないみたいで、だからよくね、オーバーヒートしちゃってさ、あのうちの親父が昔ね、どっか行った時かなんかに車がエンストを起こしちゃったんだよ、でエンジンストップっていうんだよね。どうしてかって言ったら、やっぱその水がなくなっちゃってオーバーヒートして、どうするかってさ、しょんべんでも入れるかとか、でも何でもよかったの、水であれば水分なれ、そういうもんなんだよ、だけどエンジンに悪いって言うけど、あの悪いもくそもなくて、水が入ってないのが悪いわけだから、で蒸留水じゃないといけないとかいろいろ言うんだけど、なんかわざとお金たくさん取るためにやってるとしか言わないんだよね。ビジネスにしてるような気がするけど、そうね、ただ古いのを捨てなきゃいけないというのとか、あと間に詰まっちゃうんだかなんだかわかんないけど、だからなんか全部出し切ってからって、あのさ、今のさ、レクサスがあるのどうか知らんけどさ、ミューチャーの時代のカローラ系なんてそんなことないよ、はっきり言って、ね、昔の車は全然関係なかったよ、実際ね、それだけタブだったのかって、そういうわけじゃないと思うんだけど、まあ、でシンプルな分、まあ、良かったんだろうね、あとね、今回ね、あの新しく見つけたタイ料理屋、あ、美味しかったね、あれね、良かったね、美味しかった、ココナッツ揚げでね、いつも思うんだけど、これタイ料理屋って、あの日本料理もよりも面倒くさくてさ、和食ってアメリカで食っても日本と同じじゃないかってとこいっぱいあるんじゃない、タイ料理屋ってタイと同じお店ってほとんどない、あ、そうなんだ、私タイでタイ料理ってあんまり食べてないから、だからタイの、例えばバンコクでもどこでもそうなんだけど、都会でも田舎でもね、食べた時のその蕎麦の味ってのは全然違うんだよね、あ、やっぱり現地のあれとは違う、辛さも違うし、あとパクチーなんか最初から全部入ってるけど、あのパクチーはサイドに置いといて自分で好きなだけ入れるっていうのがあのタイの、あの食べ方だから、だからいいんだよね、だけどレストランなんか行っちゃうと、そのパクチーが入ってるようなものが出る場合もある、例えば中国なんかでも食い物食ってて、四川省行ったんだ、あ、本格的な四川料理が食える、辛いのが食えると思って、あの四川省の一番いいさホテル泊まったら、そこで出るやつは、ホテルのレストランで出るやつはそれは全然辛くない、へえ、何これかっこいいと思って、街中出たら、あの死にそうなほど辛いもんで、すっごい辛かった記憶あるよ、私、死にそうなほど辛いんだよ、要さ、北京なんかね、辛いないんだよ、北京も辛いって思っただろうけど、あ、そっか、北京辛かったよ、俺四川省でさ食ってでしょ、生徒で、カレーカレー、人間が食べるもんじゃないと思う、それがね、よくあれを食べているな、その当時の中国ってさ、今からもう30年以上前なんだけど行ったのさ、あの驚いたのに、もう三国志なんて行ったんだけどね、あの結局食べてるところに来てる、なんだよ、あのそういう一般ギャルがいるんだけど、原色着た赤とかさ黄色とかピンクのさ、すごいさ上海のモデルみたいな格好して食いに来るんだよ、へー、流行ってたわけ、要するにさ、あの解放戦線じゃないけど、それでね、そこで食べてて美味しそうな顔して普通にペラペラ喋りながら食べてんだ、同じもの頼んだよ、カレーなんてもんじゃね、じゃあね、女の子がパフェ食べるみたいな感覚で、そんな辛いものを食べてる、ね、すごかったなと思ったのが、その四川料理でね、びっくりしたんだけど、最初スープみたいなの出てたんだよ、飲んだの、味がしねえの、何こんな薄いのって、薄味ありえねえと思ったの、ところが手洗うやつだったとか、違うんだ、あ、そういうのがあったけどね、昔これね美味しいんだよとか言ってスープだと思って飲んでたばかりだけど、あのカニ食った時にさ手洗うやつ、だけどそうじゃなくて、それってね
その後にね担々麺食ったんだ、うん、変なねすんげえ辛い肉そば担々麺ともちょっと言わない、うん、口の中おかしくなっとって、その時にそのスープ飲んだ時にちょうどいい味になって、あれそれで調整しろってこと、うん、びっくりしたね、みんなさそこ住んでる人はそれでもう鍛えられてる、鍛えられてんだよね、うん、だから俺のお友達でさ、Facebook の友達の矢山美沙ちゃんっていう子がいるんだけど、その子は辛いのが好きで5倍なんとかラーメンとかさ、なんかすごいさ、鬼みたいなの作ってんだけど、だ好きな人ったらそうなっちゃうんだよ、ね、だ俺もねタイの辛いやつ大好きで、キリがないんだね、うん、タイのその唐辛子みたいに入れるでしょ、うん、もうちょっと入れただけでとんでもないぐらい辛くなるんだよね、日本の唐辛子と違って。あとインド行った時カレーすごい辛いって言ってたね、インドのカレーはすごかったね、私食べなかったんだけどさ、うん、あの黄色いカレー、黄色いなんてさ辛くなさそうに見えるじゃん、辛い、うん、なんかさすごい給食のお皿みたいな出てくるペラペラのさ、そう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 、あの私辛いの大好きなんて言ったさ、ピースボートの中で泣いて、うん、泣いてたもんね、でね、あの時食べなかったんだよな、うん、なんかねその時お腹空いてなかったんだよ、だから俺たちがさツアーで行ってる時に回ってる変なホテルのね、うん、中のランチあるじゃない、バイキングみたいな、うん、あれは全然辛くもなければうまくもないし、まずいんだよ、うん、だけどやっぱり街中で食う料理って特別なものがあって、うん、俺はね上海以外はいいなと思ってる、上海嫌じゃん、あの毛が生えてる肉とかさ、嫌だよ毛が生えた肉の酢、ね、ラーメン、そうそうそう、うん、だからあの美味しいところで食べると美味しいし、あの四川料理は本当に美味しくてね全然大丈夫だったよ、上海行った時さ、うん、水がどこ行ってもさカビ臭いっていうか、そうお茶なん、どこのお茶飲んでもプーアルティーの味がして、ウーロン茶頼んだはずなのにプーアルの味とかね、味がするんだよね、うん、あれはどうしようもなかったね、カビ臭い水って、うん、まあね、あの世界中いろんなもの食べてるけど、うん、あのそういう意味ではさアメリカに来ると普通のものが出ちゃうんだよね、うん、そうね、でもタイ人だったね、働いたらね、うん、でタイ人だよとか言ってて、オリジナルはとか言って、それでタイ料理作ったんだけど、うん、麺が違ったね、あ変わった麺だったね、なんかしかも一回ほら桜そばとかなんか食べた、桜うどんだっけ、うん、あれみたいな麺だったね、ピンクだったね、そうそうそう、あれはもともとピンクの中なんかでも違うよ、やっぱりさあのタイのねやっぱりねそばって違うんだよ、うん、私なんかお米で作ったさ、うん、麺食べたかった、ね、あライスヌードル食べたかったね、うん、美味しいよねあの、うん、お米のお麺だ、あれで辛くてね、あの何も入ってなくていいの、本当もやしみたいなのとちょっとしたものだけでシンプルな味で、それで辛いものだけでそのそばを食って、うん、だからそばはそれでいいわけで、おかずはおかずでとれ、うん、あのエビの、ねね、なんか揚げ物なんかすごいうまかった、ココナッツシュリンプめっちゃ美味しかったな、そうだからカオマンガイ食べたのどこ食べたんだっけ、あれ日本食べたんだって、うん、あそうかそうか、トンタイで食べたんだね、カオマンガイとか美味しいでしょ、あれ美味しかったね、うん、だから美味しいものいっぱいあるのに形が変わっちゃってるのが残念だよね、アメリカ向けに作られてるのかな、うん、だってさあの、ね、こっちの寿司ってさスパイシーツナなんか日本にないよね、ないないない、あんなのね言うとね、うん、寿司は怒っちゃう、怒られるよね、せっかくのツナはこんなにことすんなよみたいな、そうそうそう、あんな辛いもん混ぜて、カリフォルニアロールにだって文句言いたいんだけどさ、そうだろう、ね、カリフォルニアロールはでもねネタがほらやっぱりアボカドだから、アボカドとね、うん、カニでね、うん、入ってるからだけど、うまいよねカリコリ、美味しい美味しい、あれはね美味しい、アメリカ人の発明だなと思って、うん、でもスパイシーツナはクエスチョンマークで、ツナを俺食べない、うん、あんな辛くしちゃうのかって、あ日本のお寿司屋さんってさ、今日食い物の味もんじゃくになったけど、うん、日本のお寿司屋さんってさ実はサーモンですらさちゃんとまとめたからあんな寿司じゃないって言ってね、ハマチと、ね、うん、ハマチとサーモンは違ってあんな養殖だろうって言った、うん、そっか、これ天然だよとか、俺にしてみるとさ美味しければ天然も養殖もしてもないんだけど、うん、あの素材の味が生きてるのがいいの、お寿司はやっぱり、うんうんうん、やっぱね混ぜてぐちゃぐちゃになっちゃったやつをね、お寿司って、うん、でねサーモンは思ったんだけど、こっちの方マグロが美味しくないと多いじゃない、安いところ、うん、そこではサーモンがマグロの役割するぐらいに美味しいんだよ、そうだね、そうなんだね、でまたサーモンにはさ、うん、醤油よりもなんかドレッシングみたい、まあでも醤油でも合うしさ、うん、サーモンってやっぱ便利な食べ物だなと思った、うん、でも日本でもサーモンが人気あって、うん、でも一般のお寿司屋さんに行くとサーモンはないんだよね、うん、普通のお寿司屋さんそんなもんね、うん、でもまあ日本のお寿司屋さん美味しいけどさ、一つ言うとやっぱりさ気持ちよく食べさせるお寿司屋さんであってほしい ね、 そうね、えばって食わせるとかね、下北沢にあってね、あれうまいんだよとか言ったからさ小肌ありますよって、今小肌なんかねえよこの時期は、新婚ならいいのがあるよ、新婚って小肌の実験じゃねえかって俺言っちゃったんだけど、何のことすよ、機嫌悪いの、そうそう、偉そうに言ってんじゃねえって主人に言ってて、俺は客だぞって言ったんだけど、俺は職人だ、うん、だからそこ行かない、なるほどね、別にでも悪口ばっかり言って、ね、あんなひどい寿司じゃねえよって、広がる寿司なんかすごいいい寿司なんだからね、うんうん、回る寿司より劣った止まってる寿司みたいなもんです、はい、今日なんか食べ物の話ばっかりになりましたね、はい、ね、皆さんね、頑張って、美味しいもの食べましょう、世界中でね、それでは、ちょっとね、変なラジオマンだけ言わせたけど、ラジオマンだけでした、はい。
また来週。さようなら。どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。